よし、準備は完璧。ここからが始まり。私、絶対あの頂上に住んでやる。頑張るぞ。やばい、遅刻する。今朝に限ってつけま手こずった。昨日あんなに念入りに準備したのに。私、武田奈央、28歳。1週間前に田舎から引っ越してきました。え、嘘。死ぬかもしれないので言っておこう。私が東京に上京したわけは、年収3000万以上の男とセレブ婚するため。いやー、たわまーん。私、このまま安アパート暮らしの独女で終わるの。え、生きてる。言ってて。すみません、助けてくださってありがとうございます。いいよ、カバンがクッションになったし。で、君は怪我ないか？あ、イケメン。はい。まずい、遅刻する。私、今日が転職先の初出勤日で。もう早く行けって。はい、すみません、助かりました。うちのアパートに引っ越しだったんだ。よし、なんとか出社時間間に合った。業界3位の広告代理店 SD 広告堂、いざ出陣。じゃあ自己紹介は？さすが大企業、地元とは何もかも違う。おじけづくな。はじめまして、私、武田奈央と申します。前職は食品会社の営業でした。広告業界は未経験ですが、頑張りますので、どうぞよろしくお願いいたします。大丈夫だったかな。武田さんはマスメディア営業部に配属になります。主に CM 制作の営業ね。リンさん、この子リンさんのチームで、まずはアシスタントとしてお願いできますか？ええ、いいですよ。わあ、綺麗な人。モデルみたいだ。マスメディア営業部統括リーダー、木林凛です。よろしくね。よろしくお願いします。ドキドキしちゃった。ここが私たちのフロアよ。私直属のチームは主に化粧品の CM を担当してるの。メンバーを紹介するわね。一番右から人脈豊富な立花梨花さん、私の右腕よ。で、部下のまみさんに、後ろが優子さん、知識豊富な森下由美さん、リサーチが得意な部下の茂美さんに、主婦で時短の玉子さん。一番左の子は華やかだ。そうだ、なおさんの教育係だけど、愛さんにお願いしようかしら。あ、はい、よろしくお願いします。ちなみに私、入社4年目です。何でも聞いてください。よろしくお願いします。優しそうな人だ。うん。あら、愛さん、もしかしてそれ、三洋蘭の新作ワンピース？似合うわね。ありがとうございます。お、ハイブランド、いいなぁ、憧れ。確かに可愛い。私も買おうと思ってたのよ。お揃いになるわね。楽しみだわ。リンさんから褒めていただけるなんて嬉しいです。私、ナオさんに社内を案内してきます。リカさん、見ました、はい、あのペラペラの服。あの子って何軍ですかね。4軍確定でしょ。私たちの仕事は、クライアントの要求を各部署に伝え、あの、
さっきからアイさん顔色悪いですが大丈夫ですか？大丈夫よ。そうですか。なら良かったです。気のせいか。それにしてもリンさんってオーラありますね。ええ、あの人アメリカのイッル大出ててね。おまけにお父様が有名放送局の社長さんなのよ。すごい、羨ましい。ところで、ナオさんはなぜ広告業界に転職したの？28歳で上京ってよっぽどやってみたかった？いえ、ここだけのお話。実は玉の輿狙って上京してきたんですよね。広告業界って出会い多そうだし、地元なんていい男は大抵彼女持ちか既婚者ですもん。そうなの？いいんじゃないかな。ここも幹部クラスはすごく高収入よ。で、いい人見つかりそう？あ、それが会社とは関係ないんですが、今朝アパートの階段から落ちた時助けてくれた人が超イケメンで。君は怪我ないか？いいじゃん。いえ、私と同じアパートならきっと貧乏です。惜しいな。はい、玉の輿狙いなので。さて、そろそろ仕事の話しよっか。はい、私愛さんが教育係でよかったな。東京ライフやっぱ緊張してたし。ここでね、今日どれでしょ、そのクライアントが社食がビュッフェとかテンション上がる。食べ過ぎて太る子大勢いるから気をつけてね。はい。やだ、ごめんなさい、リカぶつかっちゃった。もう午後の会議のことばかり考えて歩いていたせいね。いや、今のわざとだよね。せっかくの三洋蘭のワンピース、よかったらハンカチ使ってください。リカさん、ナオちゃん、気にしないでください。実はあんまり気に入ってなかったので。そう、よかった。本当にごめんね。私替えの服持ってるから必要なら言ってね。トマトパスタにして正解。おいしいわ。はい。無理して笑う愛さんに私はなんだかそれ以上何も聞けず、真っ赤なシミを見つめて初日は終わった。定時に帰れたけどどっと疲れた。あのチームなんかいろいろ癖ありそう。あ、そういえば今朝の人何号室だろう。まさかのお隣さん。ダンボール以上ですね。あんた。私202号室の武田です。今朝はありがとうございました。遅刻せずに済みました。それはよかった。俺新藤です。私も1週間前に群馬から引っ越してきたばかりで。お、やっぱりこの人かっこいいな。あ、そうだ、今から家具組み立てるからうるさかったらごめんね。いえ。じゃあこれからよろしくな。はい。なんかいいじゃん。今朝のお礼に。はい。これよかったらどうぞ。引っ越しで忙しいと思って。おー、いいね、助かるよ。武田さんさ、よかったら一緒に飯食わない？じゃあお邪魔します。会ったばかりの男の人の部屋だけど、まあいっか。まだ片付け途中だけど、どうぞ。はい。へえ、和って感じでセンスいいな。壺まである。え？
ふんふん。この部屋からもタワマン見える。さて、腹減った。食べようぜ。飲み物をビールでいい？はい、ありがとうございます。ドイツビール、このまま行っちゃう？いただきます。どうかな。お、お、あ、あんたいい奥さんになるよ。うまいわ。そんなの初めて言われました。マジで？筑前にもおばあちゃんの味する。え、ガーン、田舎の味って言いたいんですか？違うよ、褒めてんの。本当ですか？いいな、こういうの。本当。今日はいろいろあったから和む。やー、虫入ってきたー。あ、ごめん、窓開けっぱなしだった。こういう時は部屋を暗くしておけば、あいつら光の方へ行くか。ラッと。ごめん。あ、この人いい香りする。どうしよう、なんでお隣さんとこんなこと。いいの、このまま私。ダメ！ごめんなさい、あなたじゃダメ。私はセレブになるために東京に来たんだから。へえ、くだらないな。そうかもしれないけど、私は30歳までにこんな安アパート暮らしを抜け出してハイスペ男と結婚するの。いきなり大きな声出してすみませんでした。でも私28歳で、出産年齢を考えても今から横道にそれるようなお付き合いはできません。もう時間ないんです。なので失礼いたします。やっぱ変な女。きっかけは地元の友達の結婚式。英語綺麗だね。だね。おめでとう。学生時代からの仲良しグループで座ってた花嫁さん見るとジーンってする。ところでミキんところは式しないの？うんうん、うちはできちゃって予算がないの。そっか、子育てお金かかるもんね。ごめんな、いつか式絶対やろうな。うん。おお、ラブラブ。山田んところも子供二人いてラブラブじゃん。ヒヒヒ。なおはいい話ないの？え？いや、2年前に付き合ってた彼氏いたけど二股されちゃって。あ、そっか。陽子んところは結婚何年目だっけ？あれ、そういえば友達の中で一人で来てるの私だけ？なんだか直人だと話途切れちゃうんだよな。ちょっとうちらひどかった？どうしてもね。うちらのグループで直だけ結婚まだだからね。学生時代のこととか喋ろっか。その話をたまたまトイレの入り口にいて聞いてしまって、みんなに無理させてたんだな。よし、私から話しかけよう。私もメイク直し。山田、子育て大変？あ、いや、今下の子1歳で夜泣きすごいんだよ。なおは自由でいいよね。羨ましいよ。ねえ。羨ましい？え、本当に心からそう思ってる？
でもそれならなんで、山田もミキも、なんでそんな哀れんだ目で私を見るの？自由でいいよね。そうだ、自由！何も別に、このまま田舎で引け目を感じて暮らしていく必要なんてない。そうだよ、私はまだ独身なんだから、自由なんだ。夢を見ることだってできる。例えば、年収3000万以上の男をゲットして、結婚式はセブ島であげて、指輪はパリー・ウィンストン。そしてタワマンの最上階に住んで、子供には惜しみない教育を受けさせるの。何この完璧な幸福。鼻で笑われちゃうような夢でも、どうせもう後がないならやってみたい。だから私は、人生を一発逆転させたくて、東京に来たんだ。え？ナオって玉の輿狙ってんの？はい、それで田舎を出てきたって言ってました。そう、無知なのね。昔からお金持ちはお金持ちと席を入れるのが現実なのよ。あの子、服もメイクもチープでダサかった。貧乏人は一生貧乏してろって感じ。ですが、特に害はなさそうな子だと感じました。そうね、きっと東京で遊ばれて、そのうち田舎に帰ると思うわ。しばらく様子を見て、何軍か決めましょう。いろいろ情報ありがとうね、アイ。そういえば今朝のワンピースと違う。汚してしまって。リンさん、お待たせしました。アイ、今日はあなた好みの男性に来ていただいたから、いい出会いがあるといいわね。みんな年少奥よ。はい。数日後。皆さんが来る前に朝の資料整理をしておく。おはようなお。おはようございます。おはよう。おはようございます。リーさん、今日気合い入ってますね。上品ゴージャス。あ、うん、なおちゃんも知ってた方がいいわね。今日からね、リーさんの好きな人が出社してくるの。最近まで海外赴任してて半年ぶり。かっこいいわよ。失礼します。ほら、あの方よ。皆さんお久しぶり、進藤浩太です。ニューヨーク支社から戻ってきました。これからは営業部長として働くことになったので、また一緒によろしくお願いします。なんであの人が。それに営業部長って私の上司ってこと。進藤さん、お久しぶり。ちょっといいですか、武田さん。その時の私は、アパートのことは内緒な。まだ何も気づいていなかったのです。彼との関わりが何を意味するか。そして女王の逆鱗に触れてしまったことに。